はい、どうもカパンチョです。じゃあね、今日最後はディガーニュースですかね。なんかね、この小室圭さんがね、まあ一応合格したじゃないですか、試験にね、うん、でその後にね、すぐやるべきことがあると、うん、秋篠宮ご夫妻と、関係修復をすべしみたいなことを、まあ、マスコミが言ってるんですけども、関係修復関係修復、はあ、まあいいや、とりあえずね、マスコミのいつものね、うん、まあ話半分ぐらいでせいぜいっていうのは変わらず、見ていきますよ。土壇場の合格で、マスコミに復讐したかったのか、何の話だなんで復讐したかったって意味がよくわかんないですけど、マスコミがなんか被害者面で、ね、このディガーさんになんかこうね、うん、あの逆襲を受けるみたいな、どういう発想でそういう記事になってるのかさっぱり意味わかんないですけどね見返してやりたかったみたいなニュアンスなのかな、うん、ニューヨーク州司法試験は運転免許の筆記試験レベルなのか、そんな簡単なの受ければほぼ受かるっていうね、うん、そんなレベルなの、ニューヨーク州の司法試験って。へえ、じゃあそれ3回目って相当やばいじゃんね。でそう語ってるのは元国連職員、谷本さんっていう方、ニューヨーク州司法試験は日本のそれと比較するとはるかに簡単です。例えるなら運転免許の筆記試験ぐらいの難易度でしょうと英語、まあそれは八代さんも普通は一発で受かるって言ってたから、そういうことなんだろう、こっちの方が正解なのかな。英語が得意じゃない留学生も、成績が振るわない学生も、大体の人は2回目までに合格している印象がありますとだから3回目でやった受かった人となると、アメリカ人でも大手法律事務所への就職は難しいと、まあ、そもそもそんなとこ目指してねえしな、どうせ。でこんな優しい試験を2度も落ちたのは、小室圭さんがわざと落ちて週刊誌が騒ぐのを見ながら土壇場で合格してみせて、週刊誌や世間に復讐したかったからではなかったのか。あー、そういう意味か復讐したかったってそういうこと。どうだろうね、そんなことするかな。へえ、それは考えたことなかったなわざとだって本当かそれはちょっとなんか仮説にしてもなんかねえ、だってその土壇場で合格してみせてっていう、そんな悪意はね、なんかそういう目的がないとなんかわざわざそんなことしないですもんね。うん、世間に復讐したかったから、引っかき回して引きずり回してやりたいっていう、そういうこと。うん、でまあテレビ朝日、テレ朝のこのモーニングショーでは、ニューヨーク州のこの試験問題も紹介していたと。で、発表前はこの各マスコミはもう不合格予想がばっかりだったと。これなんか別の記事でもそんなようなね、でこの手のひらくるくる返してみたいなね、そういうのは見ましたよね。1日目の午前中が2つの問題について資料を読み込んで必要な文書作成する問題、コカイン販売、マリファナ所持、銃器所持の3つの罪で起訴された女性がそれぞれ切り離して裁判するために説得力のある弁護書類を準備せよといった問題が出題されると。へえ。で1日目の午後は6つの問題についての論文作成で、ピザ屋の開店準備を頼まれた姉が、依頼と異なった椅子や自転車を購入した場合代金を支払う義務はあるかといったもの、知識に基づいた法律を適用、適切な結論を見出すことができるのかどうかが問われるっていう内容なんだって。へえ。運転免許試験と同レベルかな。運転免許試験ってなんか丸バツじゃなかったっけ。こうしたとんでも発言が出てくる背景にはマスコミ、メディア側の敗北感と悔しさがあると思うって言ってるんですね。だからさっきのあのね、誰って言ったっけ、
谷本さんはちょっと言い過ぎじゃないかってマスコミがメディアの人間を批判しているような格好なのかな。どうでもいいですけどねぶっちゃけぶっちゃけどうでもいいですけどね。でまあこのなんかこの記事もねすげえボリュームなんですけども、なんとかこの快挙にケチをつけたいと思ったのかとか、厳しい、そのなんかマスコミの論調、今回の試験は合格率が高かったとか、祝意を表すものの合否とは関係ない、との見方だったりとか、これから順風満帆なバラ色人生ではマスコミとしては面白くないから、まあ、なんかそういう内容にまとめてるとか、まあ、ノルマが厳しいとか、ね、遊んでばかりもいられないとか、で最大の難関はお母さんの佳代さんの存在かみたいな内容だったりとか、 あとはなんだ、妊活より先にやるべきことがあるんじゃないかとか、うまくその人間的な成長を見せる絶好の機会だみたいな感じで締められてるんですけどもね。なんだろうな、司法試験合格、そうね、とりあえず仕事ね、仕事をして、でその稼ぎの範囲内で、生活する分にはね、別にこんな この批判が殺到する、非難が殺到することはないわけじゃないですかね。自分の稼ぎの範囲内で、だって他の周りの一般の社会人の方ってね、まあ僕もそうだし、ね、家庭ある人も、ね、独身の人も、要は自分の稼ぎでその範囲内でやりくりするっていうのが当たり前ですよね。でそうじゃないから、なんかこの批判が殺到してる、ね、続いてるわけじゃないですか。どうやって生活費、ね、どうやってどっから費を、ね、捻出してるんですかって、そこでしょ結局はさ。まあ、その辺がクリアにならない限りは、だからずっとこの話は続くんじゃないですかね。で結局その当人2人だってね、それは分かってるだろうからね、姓は知らねえよっていう感じね、まともにこの取り合うつもりもないわけでしょね。だからそりゃそうだよね。だって秋篠宮家、ね、宮内庁で、日本政府、ね、外務省、ね、領事館ね、何重にもガードされてるんだからさ、全然そんななんかへっちゃらだよね。だからまあなんかそもそもがね、秋篠宮ご夫妻と和解云々みたいな、そんな発想すらないんじゃないの。ね、特にディガーさんの方からそんな発想があるとは到底思えないですけどもね。まあおそらくね、そんなことがされることは絶対ないと思いますが、今すぐやるべきことね、実際この働き口がまあ決まりそうで、ね、実際に弁護士として、来年1月からだっけ働き始めるのは、そしたらやるべきことね、まずこの留学費用、留学時の生活費、あとまあ解決金と弁護士費用か、ね、これら利子つけて返すことじゃないの。ね、だってそれ以外に何があるんですか。不透明なこの金の流れがあまりに多すぎるわけでしょ。ね、国や場所、ね、この地域が日本とは違うっつったって、要は司法界、弁護士になる以上こんなものを踏み倒されて、ね、こんなんかほったらかしでそのまんまっていうのはちょっと常識的にありえなくないですかね。それともやっぱり贈与なんですかね。贈与だったら贈与税は払わないとダメですよね。だからこれ税務署とかもね、何を躊躇してんのかね、容赦なく行かないとダメじゃないですかね。なんか言わないとさ、だって金を用立てたし、そういう、ではスポンサーみたいな人たちもね、なんか言わないとダメですよね。だってね、普通にこの納税している、ね、我々一般のこの日本国民に対してね、失礼ですよね普通に考えて、と僕は思いますけども。なので僕は今後もね、このディガーニュースはね、ちゃんと動画のこのテーマとして、ね、取り上げていきますんで、ということで今回は以上されでございました。ではまたごきげんよう。